皆さんこんにちは、金倉優奈です。はい、今日はちょっと珍しく外です。はい、って言っても学校帰りなんですが、はい、今日はですね、ちょっと2本立てということでの2本目ですね。はい、ちょっとね、重大発表の関係もあって2本になっちゃったんですけども、今日っていうか、私がパリーグ編を先延ばしにしてたのが悪いんですけど、はい、ってことで、今日はその重大発表というか、そうなんですね、はい、もう多分もう情報だだ漏れで知ってる方も多いとは思うんですが、はい、青木宣親球界復帰でございます。はい、私にとってはもう感覚がずれてるのかな、あんまり嬉しくありませんっていうか、なんでこのタイミングで球界復帰なんだっていう話なんですよ。はい、ですね、青木宣親が来たことにより外野手がなんかすごいことになってます。はい、溢れ返ってるんですよね。もうちょっとね、辛いん、ちょっともうね、青木宣親が来たことにより誰かをベンチに送らないといけないみたいなとこあって、来年ファースト消えるんですよ、うち多分なので、そこでファースト外野手の方をファーストに回して、でそこに青木宣親が入ってきてもらったら、ちょうど良かったんですけど、センターラインもまとまるんですけれども、なんかね、1年早く来ちゃって大変なことになってて、ちょっとね、私的にもちょっと嫌だったんですけれども、はい、でもまあおめでとうございます、球界復帰、うちのツバメの貴重な火薬源として仕事してもらいます。はい、本当にありがたい話なんですけどね。ってことで、他球団の皆さん、今年はリーグ優勝しちゃいます。青木宣親が新戦力でリーグ優勝しちゃうんで、すいませんがよろしくお願いいたします。はい、ってことで、ちょっとおめでとうということで、はい、青木宣親が球界復帰することによる、ことを動画でお話をいたしました。今日はちょっと短いですが、これぐらいにしたい。今回はちょっと短いですが、これくらいにしたいと思います。チャンネル登録は下から、Twitter のフォロー、グッドボタン、よろしくお願いいたします。以上、金倉優奈でした。バイバイ。